グラブルに必要なものの一つ、アビリティをクリックする集中精度、それを鍛える画期的なアプリがこの世の中に存在した。ということで、どうも皆さんこんにちは、エイブラボです。ということでね、本日は、こちらのグランブルーファンタジーのアビリティをクリックするために、重要な要素であるエイム力ですね。まあ、グランブルーファンタジーというゲームはパソコンでやるのがまあ結構こう多いと言いますか、まあ結構有利なことが多いんですよね、いろいろな都合上なんですけれども、まあその中でもね、グラブルーをパソコンでプレイするとエイム力という概念が必要になることが世の中にはあります。というのも、クリックをアビリティを押すと部分っていうのが決まっておりますので、例えばマルチに入るときにそのクリックの精度が高いとそのスピードが速いとか、例えばだけどこうこの敵ってすぐ倒れちゃうなみたいな敵をやる場合において、高速でクリックする力、高速で操作する能力というのは大事になってくるわけですよ。古戦場とかでもスピードが命、古戦場も一体の討伐速度が速ければ、質の高い、1時間の中でも質の高い討伐数を稼ぐことができる。そう考えるとですね、まあエイム力、まあひいては討伐スピードを上げるための努力というのは必要になってくるわけですが、本日はね、それを鍛えるためのエイムラボというゲームをやっていきたいと思います。このエイムラボというゲームはどういうゲームかと言いますと、まあエイム力ですね、マウスってそのカーソルをこうやってこう移動させて、例えばこうやって移動させてクリックするわけですけれども、その移動させてクリックするという能力を上げるものとなっております。まあちょっとじゃあ実際にやっていこうか、でここでカーソルがあるからクリック、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 こうやっていくと、そのこうやっていくとなんかそのエイム力が上がっていくっていうカスの話ですね。まあグラブルにエイム力が必要なのか否かっていう話をしながら、まあちょっと今回はエイムラボ触っていきましょうか。どうなんでしょうね、まあ結構ジョーク的な感じでエイム力が必要だよみたいな感じに言われるんですけど、まあ、実際のところは記憶力ゲーな感じはしますけどね。まあグラブルはエイム力必要かと言われると必要で、必要じゃないと言われれば必要じゃないんですけど、まあ必要だっていう理由としてはやっぱりそのものをクリックすることになると思うんで、そのクリックをする行為自体にエイム力が必要だって言われるのは確かにそうなんですよね。例えばだけどアーカー社とか、終わりましたね。まあこうやってその命中精度とかスコアとか出てくるんですけど、俺めちゃくちゃスコア低いんだよな。ちょっともう一回やっていい？まあ、グラブルはそういうですね、エイム力っていうのがまあ必要と言われれば必要なんだけど、必要じゃないと言われれば必要じゃなくて、というのもなんでかっていうと押す場所が固定だからなんですよね。でまあこういうゲームって大体 FPS ですよね。 Apex Legend とか Valorant とか、まあそういったやつに、ああすごいわ、そういったやつに使うゲームで、その Apex とか FPS って対人じゃないですか。で人と人との反応速度とか命中力が大きく依存するんだけど、グラブルでそのなんでしょうね、たまに言われるそのグラブルのエイム力っていうのが何が必要かって、別に対人戦じゃないので、そこの部分に関しては、覚えゲーなんだよね。ここでこうやった時にアビリティの位置ってここにあるから、そこにカーソルを合わせようっていうことで、まあ、よっぽどカーソルをこう合わせる能力が足りないとか、そういう意味であれば、まあ、こういうゲームをやってるとそのすごい上手くなると思うんですよ。なんですけど、まあ、ある程度慣れてくると、まあ、ここでこうここにカーソル、ここにマウスカーソル合わせておけばいいよねっていう風に暗記し始めるんで、まあ、グラブルのエイム力が必要なのかって、グラブルにエイム力が必要なのかっていうと、まあ、パソコンに慣れてれば特にそのエイム力っていう概念はなんか必要ないような気がするんですけど、まあ、ただやっぱりこうあるに越したことはないですよね。古戦場とかは特にエイム力があると少しこうすごいな、俺あんまエイム得意じゃないんだけど、まあ
古戦場とかってスピードが結構大事なゲームじゃないですか。でこの敵の HP が残り 6% なのか 8% かなのかによって動きが変わるみたいなのがあるんですよ、古戦場の場合においては。なのでそういう時にはなんか臨機応変にアビリティを追加で押したり、あ、すごい、臨機応変でアビリティを追加で押したりすることがあるんですよ。おーっと、すいません。なのでそのあたりを考えると、まあ古戦場とかだったら意外と必要かもしれない。ただ例えばアーカー社の周回とかであれば、まあ固定パターンで動きを組むことが多いので、そのあたりを考えると、まあ一概にグラブルのエイムっていうのが必要なのか否かっていう話では、まあ覚えゲーなのでこう、まあ、ただパソコン、グラブルのためにパソコンをスマートフォンでずっとやってたけど、グラブルっていうゲームをそのプレイし始めて、そのパソコンっていうのが有利らしいからパソコン始めるわってなると、やっぱりそのマウスカーソルの動きと自分のマウスの手の動きが一致しないじゃないですか。これ僕なんか昔イラストとか描いてたからわかるんですけど、ペンタブレットとかもそうで、自分の手元の動きとディスプレイの画面の動きがですね、一致しないっていう、おっと、すいません、一致しないっていうことがちょいちょいあるんですよ。なのでグランブルーファンタジーからそのパソコンデビューしましたよっていう人は意外とですね、まあこういうのをやっておくと、もしかしたらグラブルがスピード速くなったりしますよね。まあただこれもね、一つなんか最近特に、強く感じるんですけど、そんな風にグラブルを楽しんでる人間って実はいなくってそんな風にグラブルをこう楽しむタイプの人間って実は少数派で、シナリオを楽しんだりする方がね、どうやら世の中には多いらしいというか、こう装備をゴリゴリに整えることにこう意味を見出すというよりも、こうシナリオとかキャラクター愛とかで楽しまれている方がどうやら多いらしいという話をこう実際にね、実感し始めてから、私は本当にそんな上級者向けの話というか、別に上級者向けのというか、これはまあこれはネタ動画なんだけど、そういうのって意味があるんだろうかと思ったりしなくもないんですが、まあ結論から言いますと、グラブルのエイム力はまあ FPS ほどじゃないけど、まあちょっとやっぱいりますよね。あと記憶だね。ここにマウスカーソルを合わせたらここにアビリティに手が行くよっていう部分をもう完全に丸暗記して、そのマウスカーソルを合わせるゲームなので、ある程度エイム力自体はあるといいとは思うんですけど、ただまあそのFPS とかと比べて、その用を挑んでね、打ち合って勝負、はい勝ち負けみたいな、バロラントみたいな、エイペックスみたいな、まあそんなことは特にないので、そのあたり考えるとこう、まあ人として最低限なんかある程度できてれば問題ないかなっていう感じはしつつ、まあグラブルのエイム力ってまあたまに冗談交じりに言われるけど、結局記憶ゲーですね、FPS と違って。まあ FPS も勝ちパターンとかをね、覚えるゲームではあるとは思ってるんですけど、何にせよですね、まあこういうゲームをあんまりやる必要はないと思いつつ、楽しいんだよなこういうゲームやってるとこういうゲームやるよりも普通にグラブルで武器集めた方がグラブルは強くなるのは間違いないんですが、楽しいので好きでやってますっていう話でした。おい、でグラブルで影響あるかなって個人的に思うのは、まあ、最近実装されたミニゲーム系統ですね。まあ、ミニゲーム系統ってなんかスマートフォンでやるのが効率いいよみたいに言われてるんだけど、まあ、もしパソコンでやる場合においては、やっぱりこういうエイム力、まあ、前回のさラーメンのやつもそうだったけど、まあ、結構あれはエイム力必要だったような気がするな。まあそこポジション的には固定だったんだけどさ、まあ、臨機応変で、あ、こうだってなった時にこうパッシュパッパッパッシュパッっていう風にさ、マウスカーソルをさ動かすじゃないですか。そのあたりを考えると、やっぱりこうなんつうんでしょうね、あれはなんかエイム力が必要と言えるんじゃないのかななんていう風に勝手に思ったりはするんですけど、まあ基本的にグラブルはね、まあそんな感じですね、まあ、エイム力、まあ、結構こうジョーク交じりに言われてるけどね、どうなんだろうな。まあでもやっぱりこう苦手、おお、あ、6万来た、見てこれ
6万は俺今まで5万だったんだけど6万来たのなかなか嬉しいね。まあやっぱりこうパソコンに慣れてない場合って意外とそれが正解だったりするのかもしれないな。俺はこうずっとさ小学生の頃からさなんか面白フラッシュ倉庫とか見てたからなんかパソコンとかマウスとかね、まあ、ローマ字も小学生の頃になんかこう変ななんでこれ打ったらこうなるんだと思いながらもうなんかそういうもんだと思って丸暗記したけど、そういう文化に触れてこないとやっぱりあれっすよね。マウスカーソルとかもさやっぱ動いて、なんでこんな動くの気持ち悪い、こういう動きするの気持ち悪いみたいな思いませんでした？これペンタブとかすげえ掘ったんだよな、なんかこれペンタブこうやったらこう動くの気持ち悪いみたいな、最初慣れるのにすごい時間かかった記憶があるんですけど、何にせよですね、まあグラブルにおけるエイム力っていうのはそういう齟齬がなくなれば不要ぐらいなものではあるかなっていう感じはしますね。逆に言うとそういうのがまだないよっていう人はエイム力っていうものにが必要だったりはするのかもしれない。はい、おい、まあそんな感じでございました。まあエイムラボ、まあ今回はね、まあ、ジョーク交じりにエイムラボっていうゲームをやったんですけれども、まあ、グラブルのエイム力確かにね、まあたまに必要だったりはするので、まあ覚えておくと、うん、まあなんかこう FPS やるときも便利っすよ、エイム力があると。僕もねまだまだというかもうもはやおじいちゃんなので俺のエイム力はここから衰えていくだけなんですけど、まあそれはそれとして、はい、まあグラブルでたまにささやかれるエイム力についての試験でした。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。